それでは続きまして、はい、ここからリコメンドのコーナー、そうですね、はい、今週の、まあ今週、2週間に1回だから今週じゃないんだけど、今各週の今回のかな、今回ですね、今回のリコメンドかな、はい、はいはい、というわけでよろしくお願いします。まず1個目、こちらからいこうかな。サイファー。あ、サイファー、今回のサイファーですね、はい、はい、実はさっき紹介したナダールと非常に形状が似ています。確かに分類的にはステップランドっていうものになってるんですね。はい、はい、で、こちらはフルサイズのステップランドなんです。なるほど、はい。で、もともとじゃあステップランドって今僕ら何気に言いましたけど、はい、ステップランドって呼び方、はい、どこ発祥かって実はこのお店なんですよ。おお、はい、はい、そうなんです、はい、もう5年前にリワインドを始めるときに、はいはい、まず形状の分類どうするかって、はい、やっぱりいろんな検索を活用してもらって、はいはい、何百種類まで言うから自分の好みのやつを絞り出してもらおうと。あ、なるほど、なるほど、はいはい、それが自分でできたら楽しいんじゃないかっていうことでいろいろ枠を作ったんですよね、はい、その中で一個やっぱりラウンドとストレートとステップラウンドとステップスレート、これ分けるっていう話なんですよ。なるほど、ね、はい、はい、ただやっぱ僕らもお店とかやってたりとか、はい、ある程度長い間プレイやってたりすると設計してる方から話を聞くことがあるわけです。なるほど、はい、はい、そしたらステップラウンドっていうものと、まあ、僕らが勝手にステップラウンド後で付けたんですけど、はいはい、内側がストレートになってそっからラウンドになってるものとラウンドになってるものは明らかに設計思想が違うんだと。なるほど、はい、はい、っていうことは明らかにやっぱ違うフィーリングが生まれるわけですよね。なるほどね、はい、はい、あ、じゃあこれを分けなきゃいけないなっていうことでステップラウンドって僕らが付けたんですよ。それまでは全部ラウンドって呼ばれてましたからね。ああ、なるほどね、はい、はい、一番外がラウンドだからっていう。そうですね、で、はい、僕はこのステップ系の形状の用語がすごい大好きで。なるほど、はい、はい、で、まあ、リコメンドの、まあ、一環としてに9月ですか、はい、9月に実は1回リコメンドで僕の名前でね、はい、おすすめさせてもらってるんですよ。なるほど、はい、そこでも書いたんですけど、はい、僕フルサイズのステップラウンドでこれ相当ドンピシャにハマったんですよ。なるほどね、はい、やっぱ僕フルサイズね、ずっと使ってるサイズではあるんで、はい、基本的にメインをね、まあ、それとかクラウンとかもそうですけど、はい、作る上ではあのサイズをベースにするわけですね。なるほど、はい、ただ他社の製品でなかなか合うのがないから作ったってシグネチャーモデルじゃないですか。ああ、まあ確かにね、はい、ただこれはびっくりするぐらいドンピシャハマったんですよ、好みの中で、ね、はい、はい、で好みの中にスッと入ってくるっていうのも、うん、あくまで僕個人的な僕がすごい癖っ気のある好みとかじゃなくて、はいはいはい、いろんな人にハマるんだなっていうハマり方をするんですよ。なるほどね、はいはい、これなら誰でもいけるわっていう。おお、なるほどね、はい、しかも価格が安い6,990円。そうですね、はい、はい、こちらの価格本当にフルメタルのヨーヨーの同様にすごいぴったりと思うんですよね。まあそうですよね、はい、まあ1000円2000円ぐらいのトラから始まって、うん、4000円ぐらいの金利目に入って7000円ぐらいのメタル、すごい綺麗な流れを踏めるわけですよ。なるほど、なるほど、はい、1個いい階段がいい位置にいるわけですよね。なるほどね、はい、でこれ丸いヨーヨーなんて、うん、金属の割には衝撃が優しい。なるほど、手に馴染む。そうですね、ですよね、はい、メタルのヨーヨーとかプラのヨーヨーとか全部まあ含めてそうなんですけど、うん、扱いやすさっていうことを僕ら言うことあります。そうですね、はい、はい、サイファーに限ったことではないんですが、はい、このサイファー特に扱いやすさっていう面でおすすめしたいんですよ。おお、なるほど、まあ、はい、安いから数を揃えやすい、例えば 5A3A にも使えますと、はい、で初めてのメタルに使えますと、はい、痛くないわけですよ。まあそうですね、はい、はい、長いこと練習しても苦にならないっていうのがあるわけですね、はい、で重量も重すぎない、やっぱりラウンドのヨーヨーっていうのは、はい、ここ一番外側が丸くなってるわけですよ。そうですね、はい、この丸い部分に重量を乗せる。ああ、なるほど、はい、はい、例えばパワーを重視するとなると、うん、ここがズンって重くなるとやっぱりフィーリングもズンと重くなる、すごい疲れると。はい、はい、なるほどね、はい、まあ僕なんかもだいぶ体力の衰えを感じてきていますからできるだけ軽いヨーヨー軽いヨーヨーと。ああ、そうですね、はい、思って使ってるんですけど、うん、ただやっぱり重さ欲しくなることは全然少なくないと。なるほど、はい、はい、やっぱりさっきのナルアレもそうなんですけど、うん、ある程度重たくないといざという時にガクってなっちゃうんですよね。あ、まあそうですね、頼りないみたいなね、はい、そうですね、ちょっとコントロールミスした時、はい、それが結構ね、ヨーヨーの回転力が弱まってきた時だと、うん、すぐに姿勢がカコンってなっちゃう。確かにね、はい、それは困ると。はい、でもこのヨーヨーはちゃんと重さとその軽いフィーリングのバランスが取れてる。はいはいはい、はい、これ素晴らしいと思うんですよね。はい、はい、でこちらもですね、フルサイズっていうヨーヨーでもちろん幅しっかり取られてますし、うん、はい、まあ
平均的なサイズです、うん、今で言うと、うん、なんでどんなプラだったりどんな金利目の用から移行してきてもすんなり馴染むっていう。ああなるほどね、まあ、あのど真ん中入りやすい。そうですね、そういうことですよね。そうですね、はいはい、だから誰でも受け入れられるんじゃないかっていうその扱いやすさにびっくりしたっていう。やっぱりこう悩むんですよね、特に初めてのメタルだったりとか、はい、自分の好みがわからない、どういうフィーリングが自分に合ってるのかわからない、はい、ただこういうの使ってきたらどうしようかなって、はい、やっぱり特にインターネットでだけだともちろんあのお店に来ていただければねサンプル使ってもらえるんですけど、はい、そういうことができない場合どうやって選ぶかって言ったらやはりまあ、 よく悪い言い方をすれば無難って聞こえちゃうと思うんですけど、そうですね、はい、ただバランスがいいっていうのは誰が使ってもうわこれ扱いやすい、これはいい機種だって思いやすいところにあると思うんですよね。そうですね、はい、そういう意味ではこの機種はそこにこの機種はまってるんだろうなっていうのは思いますね、はい、誰にでもおすすめしやすい、はい、これはとりあえず使ったら使いやすいんじゃないって、はい、そうですね、だからいっそ好みが定まってない方におすすめしたい。そうですね、はい、そしたらこれに何かを乗せたいから、はい、そっち側に尖った機種を探すとか。そうですね、はい、もう大きさだったりとかもそうですしフィーリングだったりもそうだったりしますし、はい、ただ一個ステップ上のものを言ってみないと今のステップのものから足しただけでいい変化になるのかどうかわからないとかね、はい、っていうのもありますので、はい、そういう意味ではこの機種は本当におすすめですね。はい、まあ、実際あの物販とかでサンプル置いててもこれ実物触って買われる方っていうのもかなり多いですね、はい、触ってみてああなるほどねって納得していただける機種、個人的には最近トップクラスの両方、はい、でございます、はいはい、おすすめの1個でございます。最高は、はいはい、6,990 円からですね、そうですね、はいはい、販売しております、はい、よろしくお願いします。そして最後のリコメントです。